の石膏の間隔が短い。じきに本体の包囲が始まります。城を取らせてから包囲するとは、拙者たちは踊らされてしまったのか。それにこのダガーメ、敵はきっとこれを使ってくると思う。大丈夫、勝て。私たちが共に戦うのだから。兄者の志と共に歩む。こうして我が子らの立派に育った姿を見る。乱世に身を置きながら我が人生の何と満ち足りたことか。どうしました父上。我が子らよ、そなたらの時代、新しき陣の世は目前。いざ、我らの義と武勇、この慶州にほとばしらせようぞ。ああ、よかった、間に合ったようですね。なぜこの繁盛へ参った。無論策のためです。この窮地を打ち破るために。皆奮戦せよ、兄者の天下のため慶州を制するのだ。ええよ、兄様たちも一緒で嬉しい。ええ、私も頑張らないと。この雨には必ず水を使って攻めてきて、まずは水系の準備を阻止しましょう。下の砦を制圧してください。
すごいな、ケンペ。父上も喜んでいると思う。水門の解放、間に合わなかったか。ここまで早く水門を消す。これで城の守りは大丈夫だ。
しく力強い部だ。一番似ているのは君かもしれない。面白い。
り怖すぎるなよ。前か。だが、五がこの先どう動くか。
局面は複雑さを増した。それでも私たちならどんな困難も乗り越えられます。勝ち続けましょう。みんなで父上と共に。ああ。孔明、シン、俺たちの策はなんだ。これでケイリスの均衡を失い、見事の戦いはより熾烈に。みんな、今はこの勝利を奪う。駅州へと続く空よ、この勝ち抜き、ニュービドの絵と届けてくれ。